塩銅山からの銅を輸送するために大正元年に開業した足尾鉄道。その歴史を受け継いだのが渡良瀬渓谷鉄道です。桐生駅から緑市を通り栃木県の馬頭駅までの全長 44.1 キロをおよそ1時間30分かけて走ります。渡良瀬川に沿って走る列車の車窓からは渓谷の四季折々の風景が広がり、中でも新緑が鮮やかな春と渓谷が赤く染まる紅葉の時期はトロッコ列車での旅がおすすめ。自然の風を直接受けながら渓谷の美しい景観を楽しむ旅は、都会の喧騒を忘れ開放的な気分にさせてくれます。窓のない開放的な車両が人気のトロッコ列車は期間限定のイベント列車。毎年4月から11月の週末を中心に運行されます。